玉ねぎを持った男が手を振っています。異様なテンションの高さ、心配になりますね。好きなキャラは長沢くんと城ヶ崎さん。どうも、ささみです。今回作るのはオニオングラタンスープ。ちょっと豪華なイメージですね。それでは庶民、頑張ります。よろしくお願いします。玉ねぎを炒めるのに結構時間を使うので、炒めやすいようにできるだけ薄めにスライスしていきます。勢いよくフライパンを登場させたらバターを投入します。シュワッと泡立ってきたら玉ねぎも入れましょう。味出しの塩を絡めます。基本弱めの中火ぐらいで炒めていきますが、最初のうちはもう少し強めでガンガンいっちゃっても大丈夫です。あとはひたすらに炒めていきましょう。この工程に楽しさを感じ始めたそこのあなた、それはきっとちょっとやばいかもしれない。我慢強さ、辛抱強さというのも言い換えれば M っ気があるということ。あなた自身の新しい可能性の扉をだいぶ痛まってきましたね。鍋底にこびりつく場合は少し水を入れて剥がしてあげましょう。このくらいの濃い茶色になったらいい感じです。液体が入ったら軽く混ぜ、一度沸かします。アクを取り、コトコト煮立つぐらいに火加減を調節したら、ローリエを入れて、そのまま10分ほど煮込んでいきましょう。仕上げの味の調節はチーズが入るので、少し抑えめにしておきましょう。少し深めの耐熱容器へ入れていきます。約2人分できますが、私は1人なので贅沢に大きい器で1人で楽しく笑いながらいただきたいと思います。おや、今頃になって玉ねぎが目に染みてきましたね。バケットでもいいんですが、今回は焼き麩を使います。スープを吸い込んだお麩の食感っていうのがやっぱ最高なんで、ぜひやってみてください。ピザ用のミックスチーズとパルメザンチーズを欲望の赴くままに、これでもかと振りかけたらオーブンで焼いていきます。約10分目安でこんがりと焼き色がついたら完成です。仕上げにパセリや胡椒をかけて熱々のうちにいただきましょう。はい、てなわけで今回はオニオングラタンスープ作ってみました。寒い季節に体にしみる、ちょっと贅沢な最高の一品になったと思います。やっぱり玉ねぎをどこまで炒めるかが大事になってきますね。
どぎつい茶色まで炒めるからこそ甘みと香ばしさがプラスされて優しいコクのあるスープになります。とろっとじゅわっとしたお麩の食感がまた癖になりますね。少し時間はかかりますが、とてもシンプルな工程のスープになります。ベースになるブイヨンの味に少しこだわってみるのもいいかもしれません。ご当地特産の地鶏のガラスープみたいのもなんか美味しそうですもんね。ではでは、今回も動画のご視聴ありがとうございました。これからも一人暮らしのちょっと洒落た自炊時間を皆様にお届けできるように頑張っていきます。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。